マリエとマは富山県富山市桜町にある複合商業施設である。通称はマリエ。かつて国鉄感謝のあった電鉄富山駅近隣に1987年9月12日に開業した地上7階建ての商業施設である。完成当時は富山県内最大級の専門店ビルであった。JR 西日本 SC 開発の子会社である。 富山ターミナルビルにより、富山駅構内の木時と市場とやマルシェと共に運営が行われている。10代後半から30代の女性を主な勾配層としている。本館の南西側の角にマリエ第二ビルがあるが、かつては白倉第6ビルという別個の建物であった。ため、本館とは直接連絡通路等が設けられておらず、一旦外に出て入る必要がある。 北隣には、電鉄富山駅ビルエスタが隣接し、東ビル4階から、連絡通路で結ばれている。東ビルは、昭和63年度富山県建築賞に入賞した、主要テナントを記載。現在のテナントの詳細は、公式サイトのフロアガイドを参照。電鉄富山駅、ビルエスタへの連絡通路がある。劇場中央の円形床面ステージのほか、 プラス35センチメートルマイナス15センチメートルの範囲で昇降し、ステージや観客席をフレキシブルにレイアウトできる銃、分割の床面を持つ円形劇場である。また、中央の円形床面ステージは回転舞台として使用できる。その他、施設概要は以下の通り。きときと市場と山ルシェは、富山駅高架下に開業した商業施設で、 マリエト山と同じく、富山ターミナルビルが運営している。北陸新幹線が開業した2015年3月14日に開業した。立体駐車場は344台を収容でき、24時間、出入庫が可能になっている。料金並びに割引サービスについては、公式サイトを参照。ありがとうございます。